張りますおにぎりおにぎりです。イエーイ。今回はアニメイトさんで購入してきたグッズがたくさんあるので、今回はその、ね、紹介&開封をしていきたいと思います。はい、まずはですね、じゃん、ガチャをしてきました。でですね、このデイツくんとねずこちゃんのやつが出てくれました。この、ラインナップがですね、こんな感じです。見にくい。私の狙いはこのねずこちゃんとねずこちゃんのやつと、あとこのキユさんとおばないさんとかが、あとサネミがいるやつと、あとはこのむいくんのやつと、しのぶさんとかのおちゃんのやつを狙ってました。で、狙いがね来てくれました。はい、アニメートさんで購入したのは、じゃーん、ヒロアカの、お茶会の缶バッジを買ってきました。そして鬼滅の刃の、布缶バッジコレクションを買ってきました。そしてこの念願のフワコロリンと、にぎにぎマスコットをちょっとね買ってきたので開封していきたいと思います。はい、じゃあまずこれから、あー、はい、まずこれから開けていきたいと思います。いきます、せーの。あー、テクちゃん、テクちゃんです。テクちゃん、これね、カッちゃんが欲しかったけど、はい、テクちゃんが来てくれました。はい、じゃあ次、もうめっちゃドキドキするこれ。しのぶさんとキンさんとかのおちゃん狙いでいきます。はい、もう誰でもいいです。本当に誰でもいい。黒、ムさんかもしれない。せーの、あ、ムさんだ。ムさん、すごいね、布ですね、これすごい、かっこいい。こんな感じです。なんかサラサラしてる感じですね。はい、じゃあ念願のこちら本命ですね。こちらはもちろんしのぶちゃんとかのおさん狙いなんです、かのおちゃん狙いなんですけど、もうほんとこれはほんとに何でも可愛いですね。ちょっとこれは最後にします。こちら先やっていきたいと思います。これカラスもいて、カラスもいいなと思って、ちょっともう全員可愛いので、ちょっともう誰でもいいです。はい、まあね、私の本当の狙いはみつりちゃんとねずこちゃんです。はい、これめっちゃ硬い。みんなどこから開けてるんだろう。みんなガリッて開けてるんだけどさ、開け方が汚い。ちょっとよいしょ。あれ、これどうやって開けるんだろうね。本当に粘着がすごいもうすごいね、これ。よいしょ。あ、やばいやばい、剥がれちゃう。よいしょちょっと、あ、はい、行きます。せーの、じゃん。あ、こういう感じか。あ、そういう、え、怖い、めちゃめちゃ怖い、これ。行きます、せーの。え、あ、バナイさん、やばい、めっちゃもちもちしてる、これ。え、めっちゃ可愛い、これ。はい、おばないさんでした。よかった、カラスじゃなくてはい、おばないさん、めっちゃかわいい。はい、おばないさんね。結構これさ、おばないさん出てる人多いよね。え、これも硬いのかな、やだ。え、これはもう多分あらかじめハサミで切ります。はい、ではね、ハサミを持ってきました。ハサミ気になる方いるので、ちょっとね、画面外で切ります。え、これどこだ、どこを切ったらいい。ここを切ればいいのか。よいしょ。あー、怖い、これ。そのまま入ってるやつかな、これ。あ、そのまま入ってるやつだ。いきます、せーの。ほい、いきます、せーの。じゃん。わー、天元さん。でかっ、めっちゃかわいい。めっちゃでかい、
え、これめっちゃ取れそう。え、あ、あ、あ、めっちゃ、え、天気さんです。めっちゃ可愛い。はい、こんな感じ。はい、あらららら、え、これ立たないんだね。あ、あのはい、こんな感じかな。はい、ちょっとね、こんな感じで、はい、はい、こんな感じ。結果は、こんな感じでした。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ、また見てね。食べちゃうぞ。